皆さんこんにちは、トッティです。今日はフリー選考を習得。フリー選考は失敗原因を潰していくのが鍵というテーマで、お届けしていきたいと思います。動画の最後の方には、マル秘テクニックなどもありますので、ぜひ最後まで、ご覧いただけると嬉しいです。でまずね、ウエイトをたくさんつけて、かなり重めでね、ビシッと空気抜いてバビューンって降りていく、このフリー選考はダメっていうのが前提です。やっぱり適正ウエイトでね行くからこそフリー選考っていうのは、難しくなるんですね。で、まあ前提なんですけれども、ウエイト重めで潜ってしまうと水中が大変になるので、水中で快適に潜るために水面でちょっと苦労しながら潜らなきゃいけないっていうイメージなんですね。なので、適正ウエイトで行くと水面付近がね、潜航しにくいということで、フリー潜航にね苦戦される方たくさんいらっしゃるんですけれども、そういう話をしていきたいと思います。でまず一つ目の失敗原因、BCD の空気を抜き忘れる、もしくは抜き切れてないということですね。やっぱり、初日の1本目とかね緊張とかもあるので、 BCD の空気しっかり、抜かないでビューっと、無理やり行こうとして、結果的にねバーッと浮いてきてしまうっていうパターンものすごくあります。これもう最も多いですね。あとは、まあ潜ろう潜ろうばっかりで体が寝てる状態のままここでねBCD、背景してるんですけれども、肩とかね背中の空気が抜けてなくて、潜航できませんというパターンですね。まあ、なのでこの失敗原因を潰すためには、まず、入水したら体をねガバッと立てて、でその状態で、BCD のね蛇腹をしっかり上に伸ばして、で、排気ボタンをしっかり押して、そうするとね BCD の、空気の中、BCD の中の空気が水圧でねきれいに上の方にね、溜まるんですね。でその状態で蛇腹を上げて、ボタンをね排気ボタンを押してあげればもう1ミリも空気残ることなくもうきれいに、空気が抜けていきます。はい、これで失敗原因っていうのは、まず間違いなく潰せるので、まずは体を立てて BCD の、空気をしっかり排気する、これが、一つ目のポイントですね。でフリー潜航失敗原因その2、フィンがね、バタ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 ずっと動いている、これもねめちゃめちゃあるんですよ。まあその排気する時にね水面付近で排気してさあ潜りますっていう時、ちょっと潜れても足がねバタバタ動いてしまいます。これはですね、皆さん意識して足バタバタしてるわけではないんですよ。なので今、動画をご覧になっている方ももしかしたら足がねバタ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 動いてるっていう可能性はねもう十分にあります。でこれは人間である以上水面付近っていうのはとてもねストレスがかかりますので、水面の上に行きたい行きたい行きたいっていうのがね勝手に生理的に働くんですね。まあ、なのでその反応として下に向かってね足がこうやって動いてしまうっていうのがあります。まあ、なので、この失敗原因を潰す方法はですね、まあ、特別な方法はなくて足はピタッと止めておこうっていう意識ですね。これが、失敗原因を潰す最も大事な、テクニックというか、まあ心構えになります。フィンはねバタバタしないようにどんな体勢になってもいいので足はピタッと止めておきましょう。はい、では失敗原因その3、息が上がっている、これもねものすごく多いです。まずですね、まあ、初日の1本目とか緊張しているとやっぱりね、息が上がりやすくなってしまいます。で、まあ入水直後なのでね、はあ、はあははあ、まあ過呼吸気味になるんですね。で、成人男性で肺活量って 3.5 リットル平均であるんですね。で女性で、2.5 リットルあります。これねどういうことかっていうと、はあ、はあははあ、過呼吸になっているっていうことは肺がねほぼ膨らみっぱなしっていうことなんですね。まあ、なので男性でいうと 3.5 キロ分上にね引っ張られる力が働いていますよ。女性で 2.5 キロ分
上に引っ張られる力が働いていますよっていうことなんですね。まあ、なので、せっかく上つけてるねウエイトの重さをもうかき消してしまう、なので、フリー旋降ができないというパターンが、多いですということです。まあ、なので、落ち着いてねしっかり、空気吐き切って、肺の中の空気を一回こういうふうにねふわーっと吐き切れば空になり、まあ、なりますので、浮く力っていうのはかき消されて、しっかりねふわーっと沈んでいくことができますと。でまたしっかり大きくゆっくり吸って、でしっかりまた吐き切る、息が上がるということに対しては、この息をねしっかり吐き切ってあげるっていうのが、重要になってきます。まあ、以上の3つ、しっかり気をつければ、ほとんどの人がねもう一発でフリー旋降できるようになります。はい、なのでねこの失敗原因を、大きく分けて3つありますので、これをまず潰していくっていうのが最も大事で、最後に、マル秘テクニックなんですけれども、まあ息が上がるっていうところでお話しした肺活量の話ですね。過呼吸になると肺がパンパンになって、浮く力がね働くっていうことなんですけれども、裏を返せば肺に入ってる空気が少ない時間を増やしてあげればかなり沈みがちになるっていうことなんですね。これ僕らはですね、吐き気味呼吸というふうに呼んでるんですけれども、まあ、どういう呼吸方法かっていうと、という感じで、吐く時間を長く、吸う時間を一瞬で、そうすると肺に入ってる空気が、少ない状態で済むんですね。でしかも一瞬で大きくって吸ってしまえば、苦しさもねあまり感じることはありません。なので短く大きく一瞬でって吸って、吐く時間を長くで、肺の中もう本当に空っぽになるようにってやれば、あっという間にねふわーっと沈んでいきます。でまあこれをやっただけで1回目の吐き気味呼吸で、まあ、50センチから1メートルぐらいも旋降ねできますので、さらに2サイクル目使ってあげるともう一発です。もう2サイクル使えばもう難なく、もう優雅にエレガントにふわーっと旋降することできますので、最初にねお伝えした失敗原因を潰すコツ3つを使いつつ、最後にこの吐き気味呼吸っていうマル秘テクニックを使えば、あなたも明日から必ずフリー旋降できるようになりますので、ぜひ、試してみてください。はい、という感じで本日の動画は、これで以上となります。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。僕のチャンネルではですね、こういったスキルアップに関する情報だとか、あと水中カメラ動画写真などのことを中心に、配信していますので、チャンネル登録まだの方はぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ちなみに、今日10月2日なんですけれども、今年中にねチャンネル登録5000人目指してます。現在2300人、まだ倍以上足りてませんので、更新スピードでどん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 高めていって、まあ週3ぐらいの投稿頑張ろうかなと思ってるので、ぜひねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で今日の動画がね、面白かったよ、参考になったよ、次、早速やってみようかなって思った方は今すぐ、あ違うわ、グッドボタン、ちょっと意味が分かんなかったな、いつもそれやってるけど全然できないんだけどなという方は、バッドボタン、あと、フリー旋降に関する、質問などありましたらコメント欄の方に、共感コメントとかね、最初僕も大変でしたとかそういうコメントあるとね、初めて、この動画見る方かなりね、参考になると思いますので、皆さんの体験談などもコメント欄に書いていただけると大変嬉しく思います。では次の動画でお会いしましょう。